心の中の住人です。これからこのゲームを実況やっていきます。続きやめよう。喉痛い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 。セラのところに戻ろうっていうところで終わったんですよね。前回のパートちゃんと見てますよ。ここでセラって大きい木のところにおった女の子だったな。この子よな。ジョース、セラ大変よ。シリさ、どうしたの？そんなに血相を変えて。あのね、透明な心が光で記憶がかばってくれて。ああ、とりあえず落ち着こう。落ち着こう。というわけなの。なるほど。急に現れた光に襲われたら心の記憶がね。記憶といっても知識の類は残っています。ただシリサさんに関する記憶というか、そう、思い出がないんです。心もう落ち着いたの？記憶をなくした本人以外があれだけ慌てたら、まあこっちが慌てるのがバカらしくなります。まあそうやな。だいぶシリサさんは落ち着かないタイプなんですね。まあいいや。そっか、ひとまずはよかったよ。とりあえずは現状の把握をしようか。例の光だけど、これは完全に僕のミスだね。ミス？どういうこと？あの光だけれど、おそらくは心による防衛本能が正体だね。自らの心に入ってきた異質な存在を追い出そうとしたわけ。心とシーサーが異質な存在ってわけ。そのバイキン扱いやめてくれる？バッチくない。てか心の本人もおるんやけんな。シーサーを狙ったのは、ここが心の心の中だから。心は異質ではないとそう判断した結果だと思う。そっか、そうだったんだ。でも記憶がなくなったのはなんで？元はといえば私を狙ったんだよね。おそらくはシーサーを狙ったつもりが心を狙ってしまったから。追い出す相手ではなく、自分自身とも言える存在を狙ってしまった。それに加えて、おそらくシーサーが心の傷の原因だからだね。全然わからないね。心のなんつうか心理学って言えば全然わかりませんわ。もうこれポーチ何の言っているのかわかりません。専門家呼んできてください。専門家がこの人。私が？あくまで可能性だよ。シーサさんが心の傷の原因であるならば、その記憶を消してしまえば傷も治る。いえ、消したのではないね。これはむしろ奪ったってとこかな。なんだか自分の心のことなのにさっぱり現実味が湧きませんね。それに心が私を攻撃するなんて、そんなのあまり考えられない。同じ意見ですね。シーサさんに関する記憶がなくともなんだかそんな気がします。まあ原因はわからないけれど、対策は簡単だよ。記憶が奪われたならば取り返せばいい。おお、なんかすごい壮大な冒険の予感がするんですけど、まあ、このゲームは RPG やけんな。ゴミで RPG やけんな。記憶をたどっていけばきっと思い出すはずだよ。そして同時に心の傷の原因も見つかる最初の目的と一緒ね。ただ問題は、今後も例の光のように二人を襲う敵が現れるかもしれない。その時のための防衛手段が必要ね。防衛って言っても殴ればいいの？自慢じゃないんけど、私に腕力なんて期待するだけ無駄だよ。え、シリサさん、なんか腕力が弱い人もさ、これを使えば強くなれる的なもんない？アームパなんだろうな、アームパワードー、なんかドラえもんみたいになってますけどね。
そんなことをしても無意味だよ。相手は心の一部だから。物理的な攻撃は効き目がない。そうだね。目をつむって手を差し出してくれる？そして強く思い浮かべるんだ。自分の思いを。思い？自分が今なんで読むこれ、試したいと思うことを、そのための武器を欲するんだ。ここは心の中、すべては思いの強さで何でも具現化される。すげえな。さあ思いを書こう。求めるものを、強さよ、力を。もし俺がこの世界に来たらさ、思いの強さをってやったらさ、俺偉いことないよ。魔王100体分ぐらいの強さを誇るね。下水意味で。お、何を思ったんだろう。ふふふ、できたね。さあそれを受け取って。なんこれ、武器入手あって。心の中では思いの強さがその人の強さ、その2つの武器が2人の思いの強さだよ。心の中で出会う敵は心そのものだから、倒すには相手の心を打ち砕けばいい。おお、心理戦やな。文字通り心理戦やな。かっこ物理的な、か物理ではないんやけど、普通の心理戦ではないんやけど、なんか心理戦って言葉が合うような感じやな。二人の武器は心が苦手とする不安や孤独といった感情を打ち出す武器。えげつないな、エネルギーがえげつないぞ。心の強さね。それを駆使して心の記憶を取り戻すんだよ。えらいもんが原動力になったな、この武器。呪い死にとるよ。そういえば心の中で現れた霊の光を倒すと、小さな光の粒みたいなのが手に入る時があるよ。それはソルっていう心の、なんて読むんですか、残でね、使い方によってはいろいろと役立つんだ。それを手に入れたら僕がいろいろなものと交換してあげるよ。あ、つまりショップの代わりみたいなものになってくれるんやな、この人が。お金の代わりにソルを払ったらいろんなものをくれるって、回復アイテムとかあるんだろうな、やっぱ。おお、なんかすげえいきなり RPG 感が出てきたんですけど。おお、ようやくメニュー開けるようになった。不愛想な少女心、天才発明家シリソ、この二人の旅が始まる。なんかさ、言っちゃ悪いんやけど、心ちゃんってさ、なんかどこにでもいる普通の可愛く言うは、なんか取り立て可愛くはないけど、不細工でもないような普通の女の子的な感じがするよな。なんか言っちゃダメやけどな。HP がなぜか心の方が10上という、なぜだろうの。とりあえずアイテム見てみよう。あれ、武器ない？それとも装備しとんかな？スキル。おお、これですよ。この攻撃っていう欄にこういう4つのあるでしょ？これがこのゲームの、この RPG の、まあ、特色というか、独特な部分ですね。こういうね、4種類の心の感情を武器にしとるわけですよ。不安だったり、憂鬱、嫌悪、孤独みたいな、心の弱点をついていくんですよ、敵の。そんなゲームらしい。敵団体に不安の性質を持つ、ダメージを与える。憂鬱の性質を持つ敵に強く、嫌悪の性質を持つ敵に強い。いや、弱いやな。全部に強かったらダメだろ。まあそんな感じで弱点とか、そういうのがあるわけですよ。相手の内容を見て、それを使い分けるみたいな、そういうゲームですね。らしいです。まあ戦ったわけじゃないけど、わからんけどね。綺麗になんか4つあって、まあそんなわけですわ。特技とかあるんかな。シーサの方も一緒か。エンチャントって何？おお、なんか装備あるね。アンサイクロやって。何これ。アンサイクロ。もう名前から何なんか、どんな武器なんかわからんけど、なんか魔法の
本みたいな感じなんだろうかな。ザケルとか出るんかな。そうしたら心の口から電撃出てくるんかな。そういうゲームじゃないとは思うんやけどな。心の方はクラムダウトとか拳銃型でこれ。心が具現化させた武器拳銃って、この子どんな心なのかの人なのこれ。結構ヤンキーって言ったらあかんけど、なんかそういうすごいボーイッシュなんやな。よっしゃやっていこう。でどうすればいいんかな。あ、ソルか。ちょっと見てみようか。ソル持ってないけど、どんなんと交換できるか。いい香りが心を癒してくれる。 HE、 あ、これハートの略じゃ絶対。HP までなんかハードの概念があるんやな。ハードが、つまり精神力がゼロになったら負けみたいな、そういう設定なんかな。いいなこれ、なんか設定が面白いわこれ。70ポイント回復、それの120回復版のラベンダー層とか、不安と憂鬱のステートを回復させる。ああ、ステータス以上にも不安とか憂鬱とかあるわけじゃ。普通だったらなんか眠りとか混乱とかのところが不安とか憂鬱ってことやね。確かなんか不安とか憂鬱がなんか名前は違うけど、混乱とか麻痺とかそういう感じとか言おったような気がするな。死神の戦争。すごい名前のアイテムがある。死神とかおったらダメだろ心の中に。まあいいや。で戻ったらいいかなこれ。なんだかすごい温かい気持ちが伝わってきます。ずっと一緒にいたくなるような温かくて優しい気持ちが。この記憶をたどってみますか。こっちでいいんかな。お、戦闘に関するチュートリアルやって、パート3でようやくチュートリアル出ましたよ。なんかリードミーっていう、なんか説明書に書いてあると同じ内容ってことか。一応視聴者さんのために読んでおこうかな。俺も覚えてないんやけどね。あんま、戦闘は一般的な ATB を導入しています。 ATB って何なん。俺あんまり RPG 選挙わからないけど、アドベの略かな。お互いの ATB アドベバーがマックスになった順に行動となり。ああ、これよく FF とかで導入されるやつやな。知っとるわこれ。やっぱ知っとったわ、名前知らんかっただけじゃわ。行動するごとに自由前後まで下がります。はいはい。このゲームには通常の攻撃を不安、憂鬱、孤独、嫌悪の4つの性質から選びます。それがさっき俺が言おったやつだね。これと同様の性質を全ての敵が備えており、それぞれの性質には得意とする性質があります。これ覚えれない。これを覚えとけばいいよ。この図を覚えとけば。不安が憂鬱に、憂鬱は孤独。覚えれるか。覚えれんな。ステートはごく一般的な名称とは少し違います。ただしアイコンは一般的なものと同じです。あ、つまりあの不安にかかって、それがもし混乱だとしたら混乱のマークが作って分かりやすいんやな。 OK。 前述した4種類の攻撃は同盟のステートを相手に与えることがあります。なるほど。あ、不安が毒で、憂鬱が暗黒、命中率が下がるやつやな。孤独が沈黙、スキルが消化か、剣王が混乱か。 OK。 なんか面白いな本当。ほぼ全ての敵の名前には戦闘語として感情の名前がつきます。序盤は不安の何々、憂鬱の何々等のように、前述した4つの性質そのままの戦闘語がついています。わかりやすいってことやな、弱点が。しかし後半からは恐怖の何々のように対応する性質に関連する説得語がついています。分かりにくくなってくるわけじゃ。これは何の弱点かな、何が弱点かなってちょっと考えながらやらないかわけやな。その名前によって前述した
4つの性質が推測できるので参考にしてください。はい。ステータスの用語が一般的な名称とか少し違います。HE はハードです。やっぱハードだった、ハードだった。一般的には HP と同じ。MP は何やな？意志力、攻撃力で。もう独特やな、設定自体がもう。チュートリアル終了。セーブがしたい。おう、ようやく RPG 要素に出会えた気がする。ついだやけん最後は喋っといてやろう。最初話した時と一緒だった。はい、というわけで今回はこの辺で。ようやく RPG ですよ。これを待っていたんです。独特でしょ。次のパートあたりから戦闘になればいいな。というわけで今回はこの辺で。ご視聴ありがとうございました。シーワゲ